だいぶデスク環境が整ってきてます。ブンブン川川文川です。今日は8月のエイジングレビューをお届けします。よければ最後までご視聴ください。今回エイジングレビューをお届けするのはこちらに出ている4冊になります。こちら3冊が2021年2月に購入した3冊でして、お迎えから1年半経ったレビューになります。そしてこちらですね、こちら1冊に関しては今年の5月にお迎えして、お迎えから3ヶ月経過したレビューとなります。まずこちらに出ているリス塩ブラウンバイブルサイズのエイジングレビューをお届けします。今年の5月にプロターの価格改定がありました。私の動画見てくださってる皆さん、結構ね、滑り込みでプロッター購入された方多いと思うんですが、私も滑り込みで1冊だけ購入してました。それがこちらのリス塩ブラウンになります。リス塩って個体差とかもあって、トラが出ているとか、内側の透き加工の跡が見えるとか、いろいろと個体差があるレザーバインダーではあるんですが、私のところに来たレザーバインダーはですね、リス塩シリーズの中でも特に大きな個体差とかが少ない感じの子です。皮そのもののそういうトラとか血筋とか、そういった部分の個体差っていうのは少ないんですけれども、色ムラが結構あって、ここら辺で見てもらうと、ちょっと他の部分よりも色が濃くなってる箇所があるかなと思います。この色ムラがね、またいいなと思って購入しております。今はですね、私のエイジング記録手帳の2冊目的な感じで使っております。用途的にも基本的に持ち歩きすることはなくて、家に置いていて手帳を書くときに使うっていう感じの使い方をしています。なので比較的エイジングとかは少ないんですが、全くないかといったらそんなことはなくて、例えばこっちね、あばら部分ですね、あばらのポコポコポコっていう感じの出っ張りとかはないんですが、ちょうどリングが当たる部分ですね、ここがちょっと濃い色になってきたり、あとはここですね、ちょっとね、傷が見えると思います。ここにね、擦り傷ができました。普段プロッターをこうね、ずらずらずらって並べて立ててるんですけれども、どうしてもこう、他の、例えばこのレザーバインダー、横のレザーバインダーとかを入れるときに、ここの後ろのね、バックプレートの、このバックプレートがここの皮にね、引っかかっちゃったりとかして、ついた傷かなと思われます。爪での引っかき傷ではないです。そういう引っかき傷ができてたり、あとはこの辺もですね、ちょっと他の部分と比べて色が濃くなってきてる箇所がちらほらあります。この辺もですね、サササってあったり、なんかちょっと細かい傷とか、そういうのがあったりしますね。なかなかね、この細かい傷とか写すの難しいんですが、まあこんな感じでちらほらあります。内側はこんな感じです。こっちの面はなんかやけにくっきりと、こう、リフィルの跡的なのが見えてますね。本革リングサポーターをつけずに使っているんですが、ちょっとずつ、このリング跡的なものがつき始めてます。表面はですね、そんなにリング跡感じないんですが、後ろ側の方はですね、上も下もリング跡が結構くっきりついてき始めてますね。私が持っているリス塩シリーズは今のところ、バックプレート、そして内側のリング、どちらもピンクゴールドの仕様なんですが、またプロッター法が出まして、9月以降順次、中のリングがシルバーに変わるという発表がありました。今の在庫が剥けちゃったら、もうね、シルバーリングのリス仕様になっちゃうんですよね。今の在庫が剥けちゃったら、バックプレートはピンクゴールドだけど、内側のリングはシルバーのリス仕様に変わってしまいます。まあそうなるとちょっと寂しくなっちゃいますよね。やっぱピンクゴールド好きとしてはピンクゴールドがいいなっていう感じでね。ピンクゴールドのリングがいいなって思ってた方、ピンクゴールドだからリス塩シリーズ欲しいなって思ってた方はぜひお早めに購入されることをお勧めいたします。まだ3ヶ月ですし、そんなにね、持ち歩く手帳でもないのでエイジングはゆっくりですよっていうね、そういった感じです。これが私のリス塩ブラウン3ヶ月のエイジングレビューでした。続いてね、こちらのシュリンク系3冊のエイジングレビューになります。同じ土地の同じ月に迎えた3冊のシュリンク系のレザーバインダーですね。先ほど紹介したリス塩はタンニンなめしでして、比較的エイジングするなめしの方法なんですが、プロッターで登場しているシュリンク系はクロムとタンニン混合なめしだったりするので、基本エイジングがあまりないタイプの
レザーなんですよね。なのでサラサラサラっと紹介します。まずこちらですね。これは伊藤屋さんとのコラボで登場した限定のレザーバインダーでして、カラーチャートプロッターです。このレザーバインダー自体は手に入らないんですけれども、伊藤屋さんで展開されているカラーチャートシリーズっていうね、革製品のアイテムがあるんですけれども、そのシリーズと全く同じ革です。同じ革を使ったボールペンとかもありますので、この革いいなって思った方はね、ぜひ伊藤屋さんのカラーチャートシリーズ見てみてください。私が持っているのはブルーミストっていう色味なんですけれども、くすみカラーがねとても可愛くて気に入っております。この子は1年半使ってまして、時々持ち歩いたりとかもするんですけれども、目立ったねエイジング、そういうのはねあんまないんですよね。他の革と比べたら全然そんなこともないなっていう感じですし、色が濃くなるかって言ったらそんな感じもなく使えてます。内側もね特に大きなエイジングっていうのはね感じてないです。ゴムバンドしてるので、そのゴムバンドのよれ的な部分がねあるかなっていうぐらいで、何か色が変わった、傷がついたとか、そういう感じはね、ほとんどありません。ちょっと前までは七種の手帳っていう感じで、いろんなリフィルを挟んで、まあ自由に好き勝手に書いていいよっていう感じの手帳にしてたんですけれども、中身交換して、今はですね、封筒積み立て手帳になってます。急な出費に備えて封筒積み立てをしているんですけれども、それごとのね、用途別に封筒を分けて積み立てをしているっていう感じです。プロッターのエンベロップホルダーという封筒型の紙製のリフィルがあったんですけれども、これも廃盤になってしまったみたいなので、今使っているリフィルをね、大切に使いつつ運用しているっていう、そういった感じです。前に封筒積み立てについて詳しく教えてくださいっていうリクエストみたいなのが来て動画出しているんで、詳しくはそちらでお話ししています。封筒積み立てに関してご興味のある方はぜひそちらの動画を見ていただければと思います。こちらがカラーチャートプロッターのお迎え1年半レビューでした。必ずしも色が変わるエイジングが好きっていう方だけとは限らないと思うので、こういうねあまりエイジングのしないタイプの革もありますよっていうことをねご理解いただければと思います。続いてこちらも2021年2月にお迎えしたシュリンクホワイトです。今プロッターで展開されているシュリンクレザーと全く同じレザーなんですけれども、このカラーに関しては限定のカラーになっていまして、今発売がありません。限定のレザーバインダーということで、同じ革を使ったペンホルダー、それから同じ革を使ったオンガワリングサポーターもセットになって販売されていた商品です。こちらタンニンとクロム混合なめしというなめしでして、やはりエイジングの少ない革になります。引きで見るとこんな感じですが、カラーチャートよりはねちょっとエイジング的なのがありまして、この辺真っ白じゃない部分があると思うんですが、これですね、汚れっていうよりも塗装が取れてきてるんじゃないかなってね思います。私の、なんかね見た目的には、試しに消しゴムで擦ってみますか。ちょっと消しゴムで擦ってみようと思います。今ですね、この辺消しゴムしたんですけれども、その色の変化っていうのかな。消しゴムしたところで特にこの黒い部分がなくなったかといったらそんなことはないですし、なんとなく汚れっていうよりも白いのが取れてきてるのかなっていうね、そんな気がします。スレとかでやっぱ取れるんですかね。もしかしたら汚れかもしれないんですが、なんかね、まあ、こんな感じで所々飛び飛びで黒い箇所、黒っぽくなってきてる箇所があります。なんとなくこのね、リングの雰囲気とか出てると思うんですが、でも出っ張りとか他のものに比べたらやっぱりね、少ないかな、目立ちにくいかなっていう風な感じはしています。畳むとこんな感じですしね。中はね、ダーツの練習リフィルを作って入れてるんですが、最近ね、ダーツに行けてません。暑いうちは無理なのでね、ちょっと涼しくなったらまた再開できればいいかなって思ってます。内側はこんな感じです。大きな変化はあまりないです。前にこの子のエイジングレビューをお話しした時にですね、このリングの台座の部分ですね、この辺にサビが出始めてきて、この辺にサビが出始めていて、そのサビがちょっと革にも移ってきているっていうねお話をしたんですが、その後サビが他に広がったかって言われると広がってないなっていう風に感じてます。今のところ現状維持っていう感じで留まってくれているようです。
反対側もね、こんな感じです。この辺の奥とかにがっつりとサビがあるんですが、今のところ皮の方には影響がありません。まあ、白にね、茶色いサビがちょこちょこって入っても、なんかそれはそれで味があっていいのかなって思ってるんですが、今のところ踏みとどまっているようです。こちらがシュリンクホワイトのお迎え1年半のレビューでした。続いてシュリンクネイビーのバイブルサイズお迎え1年半のレビューになります。このレザーバインダーは先ほど紹介したシュリンクホワイトと色違いのレザーバインダーです。こちらも同じく限定で登場したレザーバインダーでして、今は販売がありません。定番品で登場しているシュリンクと同じ革ですが、色が異なります。先ほどと同じようにペンホルダー、それから本革リングサポーターもセットになって販売されていました。今は通帳ケースとして使っていて、まあ、通帳、それからキャッシュカードとかそういうのを入れて使っているんですけれども、さすがにね、中身見せられないので今抜いて撮影しています。私いつもレザーファインダー持ち歩くときって、割と持ち歩き手帳として決まっている子以外は巾着に入れて持ち歩くことが多いんですね。でもこの子に関しては直入れで持ち歩きしているので、他のレザーバインダーとかと当たって多分ね、擦れる機会とかそういうのが多いんだと思います。なのでこの辺とかに、この辺とかちょっとね、塗装が剥げて白っぽくなった傷とかがちょこちょこあります。この辺にもありますし、ちょこちょこね、そういうのがあります。ここもそうですね。引きで見るとわかんないけれども、近づけてみると意外とね、色が違うんだなっていうところがちらほらあります。ここら辺とかもそうですね。ちょっとえぐれかかってます。こっちのね、シュリンクホワイトはなんとなくこのリングの雰囲気とかが結構出てる感じあったんですけれども、こっちのシュリンクネイビーの方はリング跡とか分かりにくい感じがしますね。もしかしたら今リフィル抜いてるから余計そうなのかもしれないんですが、こういった違いもありますね。内側はこんな感じです。特に何がどうこうっていう感じではないんですが、シュリンクホワイトの方って内側はまんま綺麗って感じだったじゃないですか。ただなんかこのシュリンクネイビーに関しては色が濃いからなのかわかんないんですが、ちょっとね、シュリンクホワイトとはまた違った雰囲気がありまして、この本革リングサポーターを取るとわかるんですけれども、この本革リングサポーターがついてたところら辺がなんとなく跡っぽくなってるんですよね。なんかね、これホコリかなっていう。この本革リングサポーターのこの後ろ側って特に床処理されてないタイプの革なんですね。で、別にめちゃくちゃ起毛してるかって言ったらそんなことはないんですが、なんとなくこのポワポワした感じのホコリみたいのがついてるのかなって言った感じで、ちょっとね、白っぽくなってるんですよね。こう見るとね、わかりやすいと思います。なんとなくこの辺、跡みたいになってますよね。シュリンクホワイトに関してもずっと本革リングサポーターつけてるんですけれども、そういった感じがね、あまりないんですよ。境目的なのがわかんないじゃないですか。こういった感じで微妙に違いがあるんですよね。指で覗った時にホコリみたいのが取れるかって言ったら取れないので、なんかくっついてるんですよね。このデスクブラシで取れるかな。デスクブラシでも全然ですね。そんな感じで同じ革なんですけれども、また違った感じになるんですね。で、このレザーワインダーに関しては、今年に入って、ここのリングですね。リングが結構硬くなって開けにくくなってしまったので、一度修理に出しています。今はちゃんとね、こう開閉してくれるようになっています。リングを修理に出した時の話はまた別の動画でいろいろと喋っていますので、ご興味のある方、今リングがちょっとなっていう方は、そちらの動画を見ていただければと思います。また先ほどの話に戻るんですが、プロッターのそのリング仕様変更のお知らせということで、基本的にプロッターのリング交換の修理出した時って、もともとついているリングと同じ色のリングに付け替わって戻ってくるんですけれども、また10月以降ですね、プロッターの修理に出した時に、ここのリングもですね、すべてシルバーに変わってしまうようです。今画面に映っているこのシュリンクに関しては、もともとバックプレートアンティークゴールド、中のリングがシルバーのモデルだったので、支障はないんですけれども、やっぱりプエブロ、それからリス仕様であったり、カスタムレザーバインダーとかで、ピンクゴールドとかゴールドのリングにしているレザーバインダーに関しては、10月2日到着分からリングがシルバーに変わるっていうね、アナウンスが出ていますので、
改めて確認してみてもらえればと思います。ということで、お迎えから1年半経過したレザーバインダー3冊のね、エイジングレビューをお届けしました。こちらに関しては特に大きな色の変化とかそういうのはないんですが、どうしてもこの色を長く使いたいっていうのがあれば、手に取ってみるっていうのもね、いいのかなと思います。今日はこちらに出ている4冊のレザーバインダーのエイジングレビューをお届けしました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。破壊神からご報告が届いています。今回はタケオペーパーのドレスコのメモ帳を壊してしまったそうです。糊付けがですね、ほぼほぼ取れてしまったんですが、ちょっとだけ糊が残っているということで、完全には壊してないよっていうことを言っています。破壊神からのご報告は以上になります。それではまた次の投稿をお楽しみに。